接で評価する側としても基本的に4つの軸を見るんじゃないかなと思います。元コンサルの元面接官の人から実際にこう模擬面接をこうさせてもらうことを通して自分の強み弱みがどこにあるのか、普通に考えたらこう学歴がいいから採用するってある意味何のロジックもないじゃないですか。仕事ができるかどうかっていう判断をベースに採用するものだと思いますので、実務のプロから学べる最強の Excel 講座、Excel プロで検索。はい、皆さんこんにちは、トップ主任のサスケです。チャンネル登録、ベルマークのクリックを学ぶ方はよろしくお願いします。本日も引き続き元ベインのコワルスキーさんに来ていてます。こんにちは。こんにちは。じゃあ早速なんですけど、もう一度自己紹介だけいただいてもよろしいでしょうか。はい、コワルスキー高見と言います。現在株式会社フラックスで執行役員として事業企画をやっているというところと、マリメリ株式会社で戦略コンサルの候補者の方に面接対策を教えているといった形で、前職はベインだったっていうのはご紹介いただいてますけど、そういった内容になります。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当にうちの視聴者にぴったりなスペシャルなゲストなんですけども、前回の動画では2017年から2020年まで在籍されたベインのお話を結構深く切り込んでいったと思うんですけども、今回の動画ではまさにリメディさんの方でコワルスキーさんが戦略コンサル志望の方へのケース対策とかやられてるっていうところで、早速内容に入っていきたいんですが、まずちょっとおさらいにもなるんですけど、前回の動画でも言っていた外資コンサル、特に戦略コンサルの内定を取る人の特徴みたいなのいくつかあったんですけど、ここだけさっとおさらいしてもいいですかね。何がありましたか。面接で評価する側としては基本的に4つの軸を見るんじゃないかなと思います。1つはプロブレムソルビング力、まあ、問題解決力ですね。で、2つはマセマティクス、まあ、数字に強いか。3つ目はコミュニケーション力、ロジカルに物事のこう議論は展開できるのか。では4つ目はプロフェッショナリズム、クライアントの前に連れてっても恥ずかしい思いをしないか、まあ、この4つは全社共通しているんじゃないかなと思います。これが共通のフレームというか見ている部分で、その先の各社のあれでいくとカルチャーフィットとかっていうのを見ているケースは見ているというような感じですね。そうですね。ありがとうございます。でその中で面接とかケース面接とかケースとか多角的に先行で見ていくってことだと思うんですけど、これらに対する必要な対策ってどんなものが必要になってますか。そうですね、基本的にケースの部分でもケースじゃない部分であっても、ロジカルにかつ簡潔に、あとはこう必要なところに対してはフレームワークを使ったりこう構造化した話し方ができる、まあ、こういったものが求められるのかなと思います。まあ、具体的なその対策方法としては、まあ、僕がいつもお勧めするのは、まあ、自分でやる部分と他の人とこう実際に対面で練習するっていう、まあ、二軸があるかなと思っています。ケース面接についての本はたくさんありますし、まあ、フェルミ推定は自分で練習できる部分もありますし、ネットに転がっているこうケース問題こう過去問みたいなやつもたくさんあるので、まあ、そういったものを見ながら、まあ、どういった課題が出るのかっていうところをまず自分で把握したり、それこそ YouTube で僕自身もいくつかこう出演させていただいているものあるんですけれども、そういう面接動画を見たりして、なんとなくケース面接がどんなものかっていうのをまず自分で知れる領域かなと思いますと、で元コンサルの元面接官の人から実際にこう模擬面接をこうさせてもらうことを通して自分の強み弱みがどこにあるのか、仮にそれが本番だったら合格なのか不合格なのか、そういったところをフィードバックもらって、でそれ以降フィードバックもらったものを一回自分で持ち帰って練習して改善をして、でそれでもう一回面接を臨んで模擬面接で同じこうフィードバックもらうのか、その点は改善できたけど新たなこう問題点が出てきたのかみたいなものをひたすら繰り返していくことで最終的には合格ラインにこう自分を磨いていくっていうプロセスかなと思います。なるほど。インプット全般のところと、簡単なアウトプットのところまでは、まあ、YouTube の動画とかも駆使すれば、まあ、自分でもできる範疇ではあるんだけど、やっぱり最後グッと内定率を上げるとかっていうところに対してはやはり経験者であったりとか出身の方々のマンツーマンでの対策だったり、そこをやるやらないでは結構大きな差が生まれるってことですよね。そうですね、本当にこう一度もそういう人と練習したことがないっていう人が内定取ったのは、まあ、僕が周りにいる人で言うと誰もいないです。少なくとも1回こう誰かとはやったみたいな感じですかね。じゃあもうほぼ必須と言っていい。そうですね、まあ、逆にそれできずに内定できるんだったら本当に世界どの会社にも内定できるんじゃないかなって思うぐらいのすごい人なんだなっていう印象です。ポテンシャルマックスの人材ってことですね。そうそう、ありがとうございます。今のは結構戦略コンサル一般の対策っていうことだと思うんですけど、その中でいわゆるその戦略コンサル、まあ、ティア1とかって言われるんですけど、 BCG、マッキンゼー、ベインとかって言われますけど、各個社の対策とかの特徴ってあったりしますか。
それはあるかないかでいうとあります、はい、具体的なベインの対策って考えた時には前回の動画でも少し触れてはいるんですけれども、一つベインはコーチャビリティという点をこうかなり重要視しているところがあります。なのでコーチャビリティというところについては、本当にこう、素直な人間でいましょうっていうところで、間違いが指摘された時とか、仮にこう、議論の中で反対された時に、こう、過剰にこう、自分の持っていた意見をこう、ディフェンドすることはせずに、とはいえ自分がまだ正しいと思うなら、それはこう、理由をつけてちゃんと述べられる点だったり、こう強く反対されても感情的にならずにこうプロフェッショナルに対応できるか、こういった点がこうコーチャビリティとして評価されるポイントなのかなと思いますので、対策するっていうよりはそういう対応をできるようにするっていうところですかね。面接の一つ一つのやり取りもそうですし、ケースの中でのディスカッションもそうだと思うんですけど、そういったところでこういうカルチャーフィットの観点でコーチャビリティを見ているんで、絶対外しちゃいけないポイントとして意識をして対策をすることで、本番でも、カルチャーフィットしている人材だとアピールすることができるっていうことですね。そうですね、本当の理想を言うとこう自然体でそういう人間であると、おそらくこうベインで働いて気持ちいいっていう話になると思うんですけど、仮にもともとちょっとそういうこうコーチャビリティの低い方だとしても、意識することによってそれを高いと見せることもできるかもしれないですし、そうすることになれれば、ベインでの働き方もより慣れるのかなと思います、一個すごくいい具体例をいただいたので、仮に他の戦略コンサルファームも、リメディさん経由で受験される場合のなんか対策とかアドバイスとかのイメージも皆さんちょっとついたんじゃないかなと思うので、今日の動画で興味持った方はリメディさんに頼るのがいいんじゃないかなと思ったりしますと。はい、続いてなんですけど、結構その難易度が高いかつ準備も必要な領域だと思っていて、一般的な転職のタイムラインと、準備期間も変わってくるのかなと思ったりするんですけど、ざっくりどれぐらい準備期間が必要でっていうところでどんなイメージでいけばいいんですかね。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。期間としては、どれぐらい濃密に準備するかっていう、短くて1ヶ月、長くて6ヶ月かなっていう感じがしています。その1ヶ月なのか6ヶ月なのかっていうところについては、完全にこうどれぐらいの密度で対策するかっていう話かなと思います。なのでもう1ヶ月の間に1日1回はこう自分でこう面接を、過去問を解いたり、こうフェルミスイッチの練習をしたり、それでこう週末は1、2回こう実際の面接をやるとか、もうそういったかなりヘビーな感じでやるんだったら、結構1ヶ月でグッといけると思いますし、それで成功した人も何人か支援したことがあります、逆に緩くこう、週1とかっていう感じでこうちょっとやっていくっていう感じだと、当然こう上がるスピードがその分こうちょっとこう鈍化するので、それでこう6ヶ月の間こう緩くやって、最後の数週間だけちょっとグッとしてやったっていうようなケースも結局本質的には対策の密度だったりとか回数っていうところが大事になってくると思うので、そこら辺がやっぱり重要っていうことですかね。はい、おっしゃる通りです。ここからはその必要な経歴、やっぱり選考対策の部分では今いろいろ Tips 変わったと思うんですけど、何よりやっぱ職歴が結局は大事だったりとか、前職での経験って当然見られると思うんですけど、じゃあどういう経験をしている人が内定を取る確率上がるだとか、そういった部分ってあったりしますか？そうですね、そこは少しこう一般のイメージと異なる部分でもあるのかなと思うので、ちょっとお話できればと思うんですけど、基本的に経歴っていうのはあくまでもこうスタート地点に立てるかどうかだけの話なのかなと思っています。書類選考を、通るためには、一定の経歴だったり学歴が必要だったりしますけど、書類選考通ったところでもう一切関係なくなりますね。それ以降は基本的に面接で受けた印象だったり、そのケース面接のパフォーマンスだったりしますというところなので、経歴についてはあくまでも書類選考を通るっていうのが目的なのかなと思います。じゃあ面接とか最終的に内定を取るっていうところだと、やっぱりその場での評価っていうところが一番のファクターになってくるっていう。そうですね、本当に 99% そっちじゃないかなと思います。そこは確かに世間とイメージのズレあるかもしれないですね。なるほど。そうですね、だからいくら学歴が良くても面接のパフォーマンスが悪かったら落とされますし、逆にこうちょっと一般的に言うこれ何レベルがこうトップ大学からちょっと外れた大学から来ている人だとしても、面接でめちゃめちゃ良かったらもちろん通りますし、なるほどなるほど。より先ほど選考対策をしてない人で内定を取った人が実質いないというか、
見た聞いたことがないって話もあったと思うんですけど、なんかそこの話とも一貫性がありますね。そうですね、全てそこっていう感じだと思います。あ、なるほど。結構これ視聴者の皆さんこれ覚えておいた方がいいですよ。あの結構イメージと乖離ある部分だと思うので、はい。おそらく他社もそうだと思うんですよね。あの、うん、普通に考えたらこう学歴がいいから採用するってある意味何のロジックもないじゃないですか。仕事ができるかどうかっていう判断をベースに採用するものだと思いますので、うん、やっぱりあのトップファームである以上本当にその人がどれだけ頭が切れるのか、どれだけクライアントの問題解決にこう貢献できそうかっていう観点で採用するっていうことだと思います。ありがとうございます。結構その、対策だったり、まあ、職歴学歴の話というのは総合して聞けたかなと思うんですけど、こう外資系戦略コンサルを出た後のキャリアのパターンみたいなところもずっとコンサルにいる目的で入る方もいればその先を見据えて入れる方も多いと思うのでそこも知っておきたいんですけど、今どんなパターンがあり得るんですか？大きく分けて4つが多いかなと思います。1つは、まあ、事業会社に行くこと、2つ目が BC か PE という、まあ、投資ルートに行くこと、3つ目がスタートアップに行く、4つ目が起業する、うん、ほとんどの人はこのどれかには当てはまるのかなと思います。事業会社という観点ではあの特にまあ外資系の会社でこう、まあ、戦略とか企画に関わる仕事だと、うん、まあ、結構こうコンサルタントが欲しいっていう場合が多いですし、スカウトメール来るのもそういうところがまあ多いですね。まあ、2つ目 の、 そのまあ投資ルートっていう観点では特にベインはここすごく強いんですけど、まあ、ベインでその PE のデューディリジェンスをやっていた人がそのまま PE ファンドに行ってこう投資判断に関わるっていうのはかなりこう、まあ、普通に考えてセンスするというか合理的なルートかなと思いますし、まあ、実際にそういうルートを選んでる人も特にベインは多いかなと思います。で、3つ目、まあ、スタートアップという観点ではあの特に僕が退職した年とか半分ぐらいスタートアップ行ったような感覚はあるんですけど、ジェネラリストが必要な時期っていうのも結構ある気がしていまして、コンサルから来てスタートアップに行って、まあ、ちょっとセールスやったりちょっとこう企画やったりちょっとプロダクトの構想を考えたりと、割となんかいろんなものできるという観点では使い道が広いと思うんですよね。数としてはそんなに多くないかもしれないですけど、ちょいちょいはあって、まあ、ベインでいろいろこうあのビジネス学んだ一回自分でこうやってみたいっていう意味で企業を選ぶ人もあの一定数います。ある年はスタートアップ半分ぐらい単身ですけど、相場としてはどれぐらいの比率で行かれてる印象ありますか？あくまでも感覚値ですけど、スタートアップ40か 50%、 多分その次大きい分類としては事業会社で、まあ、20-30% といったところですかね。で残りがあの、まあ、企業と、まあ、投資家みたいな感じじゃないですか、ね、じゃあこれって、まあ、直近のトレンドを踏まえたらそうかなと思いつつ、やっぱりこうスタートアップの割合がどんどん増えてきてるってことなんですかね？そうですね、あのそれは間違いなくあの僕が入社した当時に出てた人とあの例えば今あの最近こう出ている人でもやっぱりスタートアップは増えてきたかなと思いますし、うん、まあ、日本の中でもスタートアップという選択肢がより魅力的になったっていう背景もあるかもしれないです。で、まあ、年収面でももっとこうあの出すスタートアップも増えてきていますし、調達がこ う、 うまくいっているスタートアップも増えてきたので、ベインでの年収に近いレベルであのこうスタートアップに転職できるっていう人もあの増えてきたかもしれないですし、まあ、スタートアップ面白いですよね。僕もスタートアップ選んだわけなので、あのゆずゆずそう言っちゃうんですけど。はい。いや、私もまさに今スタートアップを経営しているので、同じ気持ちではあるんですけど、なんか本当に外部環境がやっぱり後押しして、本当に挑戦できるフィールドが戻ってきてるなっていう感じがしますよね、見てても。そうですね。ありがとうございます。結構今日の動画でたっぷりと先行対策の話からこの将来のそのところまで、深掘れたかなと思うので、最後に視聴者に一言いただいてもよろしいでしょうか？改めていろいろ戦略コンサルについてご紹介できたと思うんですけれども、前回の動画でも言ったところになるんですけれども、本当に僕自身戦略コンサル行ってよかったなと思いますし、戦略コンサルに興味ある人はぜひ挑戦してほしいなと思っているところであります。株式会社ルメディではそういった方の支援をしていますので、少しでもコンサル行ってみたいなっていう人がいればぜひ概要欄のところで問い合わせいただければなと思います。特にこうポテンシャルが高いと判断した方に対して僕自身が1対1でケース面接のコーチングだったり、各社の対策だったりを手伝いますので、しっかりこうそこは支援できればなと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、リムデさんの情報は概要欄に貼っておきますので、ぜひ今日の動画で興味持った方は応募してみてくださいと。ベイン出身のコアルスキーさんが支援してくださるというのは相当レアなところだったりするので、全員支援できるわけではないんですが、応募いただいたら支援できる可能性というのがありますので、積極的にこの機会を、ね、逃さないように応募してみていただければと思います。それではまた皆さん次回お会いしましょう。 See you next time. バイバイ。
今回、視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。大手からベンチャーまで幅広く300名以上支援実績のある優秀なコーチングスタッフが担当いたします。20代から30代で転職に挑戦してみたい皆様が対象になっております。転職活動の進め方がわからない、現職にモヤモヤしている、転職に興味あるんだけど自分のスキルに自信がない、このチャンネルに出てくるゲストみたいなキャリアが歩みたい、こういった思いや悩みを抱えている皆様はぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。